全国のダンエファンの皆様、本日のメインレース札幌ビール賞オータムカップを制した富士大ビクトリー号の西翔太騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ西翔太騎手、はい、富士大ビクトリー号に初騎乗、そして初勝利となりました。見事なレースでしたが、今のお気持ちを率直にお願いします。ほっとしてます。ほっとしてます。はい、レースでの騎乗は初めてだったんですが、どのように今日はレースを進めようと考えてましたか？障害が上手だと思ったんで、はい、障害力をうまく活かしたレースをしようと思いました。そうですね、第2障害1番手で仕掛けていきました。そこからゴールまではもうどうでしたか？いけると思いましたか？いや、最後まで諦めずに登ることしか考えてなかったです。はい、おめでとうございます。またこう次のレースが、まあ、大きなレースとなっておりますが、そのあたりもファンの皆様の期待は募るかと思いますが、最後にファンの皆様に一言お願いできますか？一生懸命頑張ってきます。応援よろしくお願いします。はい、見事優勝しました西翔太騎手でした。おめでとうございます。以上で本日のメインレース札幌ビール賞オータムカップの表彰式を終わります。おめでとうございます。